はい、森ちゃんこんにちは。こんにちは。今日ははい、皆さんご存知の、はい、湘南銀河大橋ゴルフにやってきております。はい今日なかなかなアゲンストで風が強い、はい、結構これ戻されますよね。これだとこれはえぐいですね。そう、 そういうことで、まあ、そのせっかくなんでその、はい、まあ、多分このケースだとちょっと低めに出すとかなのかなと思うんですけど、低い球の打ち方と高い球の打ち方みたいなのを教えていただきたくて、うん、はい、それでやっていきたいと思います。 OK です。はい、じゃあお願いします。お願いします。それ何番アイアンですか？7番です。7番森ちゃん大体どのくらい飛ぶ？140ですね。7番でも今日の風だと戻されちゃう？いや、戻されます。むしろ120ぐらいしか飛ばないかもしれない。あー、止まったね止まりましたね。120ヤードですよ、やばくないですか？120ぐらい？120です、ここの風で。ほやこの場合はどうなんですか、はい、低く打つ方法とクラブの番手を上げる、番手上げて低く打つみたいな感じですかね。そこまで強いとって、はい、ただまあここまでの恐怖ってまあ、あんまり普通のゴルフ場だったらないと思うんで、もうちょっと弱い普通のアゲンストだった場合は低いボールで大丈夫かなっていう感じ。わかりました。じゃあまずちょっと低いボールの打ち方を教えてください。まあ、いつも構える位置がここだとしたら、だいたい右足のかかとの前ぐらいまで持ってっちゃっていいかなっていう感じ。ああ、ボールの位置を、はい。そうですそうですそうです。結構極端に。確かにその方が低くれますね。で、そのまま普通に構えてもらうと自然とハンドワットが強くなるんですけど、ここでちょっと注意してほしいのがフェースの向きなんですけど、まあ。ここ私の方から見るとちょっとかぶってるように見えるんですよ。こう、それをこういう風にして構えちゃう人いるんですね。あ、ちょっと見よう、分かりやすいです。これがダメな例、いい例がこういうパターン、はいはい、あ、確かに右側に置くと確かにちょっと、そう、ちょっとフェース開いちゃうんで、ちょっと低い球打ちたいのにフェース開いちゃうと上がっちゃうんで、必ずフェースの向き、イメージ ここの線を飛球線に対して垂直に合わせるぐらいの感じ。あ、なるほど。ここじゃなくてトップブレードを、そう、ここ目標に合わせるっていう感じです。あ、そうですそうですそうです。もう見え方によるとちょっとかぶって見えるのかな。そう、こう見えますよね、多分感覚的には。なるほど。で、手元が結構左側に来る形になるんで、インパクトの時はこの右手の手首の角度を維持したまま打ってあげる。要はこうなっちゃダメですよと。あ、そうですよね。そう、はい、この状態のまま打ってあげるっていうのと、あと腰の回転を忘れないでほしいんですよ。腰の回転が止まっちゃうとこうなっちゃうんで、うん、まず腰の回転入れながら右手の手首の角度を変えずにそのまま打ってあげるっていう感じ。はい、じゃあちょっと打ってみようかな。後ろから構えます。いきます。っていう感じで、振り幅としてはハーフショットぐらいがいいかなっていう感じ。ハーフショットじゃなくてこの右手の手首が振ろうとしちゃうとこう、そうですね、伸びちゃうんで、はいはいはい。まあ、さっきそのなんだ、そう、これね、ハンドファーストが強くなるからフルショットはしづらいかなとは思ってはいたんです。やっぱそうですよね。おっしゃる通り、なんだハーフショットで。でもそれでもあの最初に打ったのよりは戻されなかった感じは。戻されない、そう、ちょっと低くなった分。うん。そう。強風。なんか抑えられてる分ちょっとなんかなんとかも出て。そうですね、距離が でも130ぐらいかな。それでも。そうですね。だ、そういうのもあるから。さらにクラブの番手も上げるってことなんですか？あ、そういうことそういうことです。フルショットできないんでっていう感じなので、例えば番手5番、うん、
お、5番5番2番手あげる2番手あげます。あ、この風だったら2番手あげてもいくかなっていう感じ。ちょっと見ててください。やばいな、ちょっと待っちゃって。でもなんか140ぐらい、これ、あ、でもこれでやっと来た。うん、やっぱ番手も上げてるから低くも出るし、これで140ぐらいやっと。なるほどね。2番手上げてハーフショットでだいたいこのぐらい、20ヤードも通される風だったらこれぐらい。ただ本当だったら多分1番手ぐらいでも全然いいかなと思って、ね、1番手上げる風の状況とか。そう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 、うん、そのぐらいの高さだったらなんか負けない感じがするね、安心。いやーでもやっぱ風が強いとむずいっすっていう感じ。せっかくなんでちょっとあげあげ、この逆に上げる方っす。まあ、ここまで風強いと勝手に上がると思うんですけど。でも素朴な質問なんですけど、はい、球を上げるときってどういうとき上げるんですか。なんかそのフォローのときに別にわざわざ上げなくてもいいかなって思うんですよ。なんかこの木越えるかなみたいなときありません。番手変えればいいんじゃない。でもそれ距離届かせないといけないときとかありませんかね。なんか乗せ、ここを乗せないとみたいな場面で刻むわけにいかないみたいな時に、なんかそれこそなんかそういう木映してほしい。どれ あれそう、そういう木があってそこのそのままやってこの辺にボールあって乗せないとみたいな。で距離的には140ヤードなんだけど、なんか7番で普通に打ったらなんか当たっちゃうなみたいな。あ、そういうことね。でちょっとこう上げたいみたいな。で使う感じです。諦めるって選択肢はないよね。いや、そんなんで諦めたらもったいなくないですか。いや、俺の早くね。いや、もうウエッジ持とうかと思ってましたけど。まあまあ1個のマネジメントとしてはいいんですけど。どうって感じ。なるほど。じゃあ今度は高く上げたい時の、そう、まあまあいつも構えてる位置がここだとしたら、ボール1個ぐらいちょっと左側に置いてあげる、ね、そう、うん、で結構重要なのはこっからちょっと目線を上にして重心をちょっと右にこう乗せておくと、極端にはこういう感じ、はいはいはい、に気持ちしといてあげると、それだけでちょっとこうロフトを寝るんで、はい、その形にセットしてあげて、そのこの傾きを維持した状態で打ってあげるっていう感じ。ちょっと右に体重が最後残る形になるかなっていう感じですね。これはちょっと右に出やすかったりもする。厳密にはあんまり関係ないけど、やっぱどうしても手はこうなりやすくなるから、右には出やすくなるだけで必ずしも出るわけではないです。構えてちょっと右に乗せてこの状態で打つ。おー高っ。まあアゲンストだから余計なんか全然飛んでない。そう、100ちょっと超えたぐらい。100そう。いや、この風のおかげで分かりやすくていいんじゃないですか。おー飛ばない飛ばない。100ちょっとだ本当にって感じ。だこれを番手下げてやっちゃう、余計止まなくなっちゃうかなっていう感じ。うん、捕まってないね。左に体重乗せて、ちょっといいんじゃないでしょうか。やっていう感じです。だからその2つですね。お疲れ様でした。今回は高い球の打ち方と低い球の打ち方をやりました。他になんかこういうボールが打ってみたいとかなんかあればコメントでぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。